1985年7月31日、海の墓標委員会によって海底に眠るヤマトが発見された。沈没してから40年の歳月が経っていた。1999年8月、再び海底に眠るヤマトが撮影された。そこは北緯30度43分、東経128度4分、東シナ海の325メートルの海底だった。日本海軍の象徴として誕生した世界最大の戦艦ヤマトは、全長263メートル、満載排水量72,800トン、艦艇から艦橋のトップまで51メートル、18階建てのビルの高さに相当する。こげなボロ船、何分磨いても走らんぞ。そんとおい、神恩じいさんに言うちょけ。先行っちゃうと。行っちょって。待っとうしね。組合長さんにお会いしたいんですが。組合長は今来客中ですが。明日は大和沈没60周年の慰霊祭じゃって、どげんしてもお会いから口説いてくれちて。神恩お会いさんは慰霊祭には一度も出たこんがなかちて断ったどん。どげんね、今回は出席したら。迷惑かけてすまんの。いや、そげな意味じゃなかと。あつしはちっとは役に立ちおるかい。ああ、頑張っとる。はい。船を出してほしいっていう人がどこまで行くとか。それが北緯30度43分、東経128度4分まで行きたいち。そこは大和が。費用はお支払いします。どうしても行きたいんです。組合長さんはあちらじゃ。申し訳ありません。
お願いします。船を出してくださる方紹介していただけないでしょうか。あんたは無理じゃ。200キロ近くもはいいし、あんあたりは問題のおかす行きじゃって、あんたのような素人を乗せていくわけにはいかん。はい、よいしょ。船長、仕事は終わったと。いや、あっち。また、すいません。いや、あの北緯30度43分、東経128度4分まで行っていただける方がどなたかいらっしゃる。どなたか言ってくださらないでしょうか。いかん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 。でもどうしても行かないといけないです。あんた、なんであの海へ行きたいんじゃ。あの、戦艦大和がそこで沈みました。60年前の4月7日、明日がその日なんです。でも枕崎まで来て行くのはとても難しいと分かりました。あんた名前は。内田と申します。父は内田守と申しまして。内田一層の父をご存知なんですか。内田さんは船と共に成り去ったんじゃ。昨年の暮れ行きました。生きておられたのか。ちっとも知らんかった。亡くなる前、大和のことを話してくれたんです。大和の仲間こそ本当の戦友だったと。わがままばかり言って迷惑かけたのに、父がどんな気持ちで生きてきたのか分かろうとしませんでした。亡くなった今になって父のことが知りたくなったんです。親不孝な娘でした。15時間はかかるぞ。え、海も荒れる。それでも生き寄りますか。行ってくださるんですか。私がおらんち思っちゃったら、アスカボルでさっきの女の人を乗せて出会ってた。まさか
アンソニーでか。神尾さんのお名前は父から聞いたことがあります。この方たちのこともご存知ですか？父の遺品の中にありました。昭和18年に呉の写真屋で撮ったと書いてあります。森脇さん、内田さん、唐木さん、母ちゃん、ただいま。おかえり。たえちゃんもおかえり。ただいま。母ちゃん、あんちゃんおらんのに毎日船掃除してもしょうがないで。おさむが軍隊からインできたらその日からでも使えるようにしとかんと罰が当たる。それよりおばちゃん、母ちゃんも解除に志願したってほんま？あんちゃんも戦に行ったんじゃけ、わしも負けちょられん。じゃあけど15歳の子供が戦争行かん。でもなあおばちゃん、心配なんけ。アメリカは個人主義の国じゃけ、じきに降参勝利って新聞に出ちょった。ほんまにそうならええけどね。あーちゃん、心配ないけ。たえちゃん後でおいでや。はい。海軍四等水兵神尾克美、大竹海兵団に入団いたします。あんまり強そうじゃないね。船長、15歳で戦争に行ったと。敦君はいくつ？15。そう、敦君も頑張って働いて偉いわ。バイクを買うお金を貯めちょっと。今日の仕事は船長が特別手当を弾んでやるち言うちょっと。敦、エンジンルームの揚げ豚揚げてこいや。申し訳ありません、私のため。気にせんでいい、あんたのためじゃない。昭和16年6月、日本の中国侵攻に反対するアメリカ、イギリス、オランダは日本への石油輸出禁止などの経済制裁を加えた。日本はその状況を打開するために12月8日ついに真珠湾攻撃に踏み切った。同じ日、戦艦大和の最後の航止運転が行われた。開戦以来半年、日本は香港、マレー半島、シンガポール、フィリピン、インドネシアなどを次々に占領した。しかし日本連合艦隊はミッドウェー島攻撃でアメリカに大敗を喫し、以後形勢は逆転した。
アメリカ軍はガダルカナル島に上陸した。半年にわたる悲惨な戦いの後、日本軍はガダルカナルから撤退した。連合艦隊司令長官山本五十六大将は去る4月18日南太平洋上空を飛行中、米軍戦闘機と交戦、壮烈な戦死を遂げられました。直ちに元帥府に列せられ、本6月5日山本元帥の国葬が厳かに執り行われました。南太平洋における戦況の悪化とともに、特別年少兵たちは訓練期間を短縮され、続々と実戦に配備された。皆16歳17歳の少年たちだった。おい、大和や。あれが世界一の戦艦や。すげえ、山みたいだ。あの大和に乗るんじゃの。士官に対してのみ敬礼すればよろしい。下士官と兵の敬礼は省略する。はい。13日付をもって大和乗組を命ぜられ、ただいま着任いたしました。敬礼。配属および配置を通達する。第12分隊通信課第4班伊達一等水兵。はい。佐竹一水。はい。早く戦闘。はい。第7分隊機銃第4班神尾一等水兵。はい。水谷一水。はい。北村一水。はい。第5分隊降下砲第2班西一等水兵。はい。赤一水。はい。西一水。はい。加勢。お前たちは全員午後の1時間ベックアップして柔道か剣道、相撲体操のいずれかの稽古をする。内田二層。まだまだ最後の一本。よし、うん、各員班長について配置に行け。かかれ。はい。柏田大臣の4番須田さん行け。はい。みんな前行け。はい。Thank you.
ここがお前たちの機銃座だ。間違えるな。はい。よし。はい。はい、下を見るな。早く来い。はい。新入りの小島一恵と塚口一恵です。小島一恵です。塚口一恵です。隊員9名願います。よし。隊員11名願います。よし。隊員15名願います。よし。森脇班長。新入りです。時田一種です。小沢一種です。飯伝えたことあるか。学校での授業経験のみです。はい。今日一日全員の動きを見てろ。はい、はい、ここで乗組2500人の飯を賄ってる。しっかりせえや。浜崎、船が沈めば溺れ死にと相場は決まっているが、ヤマトは沈まん。分かったか。はい。あと5分短縮するまで訓練を繰り返す。西、しっかりしろ。貴様、弾落とすとはどんな精神してるんだ。一つの船で生死を共にする海軍だ。一人の失敗は全員の死につながる。貴様の今まで全員が戦死することになるんだ。押し出せ。はい。押し出せ。はい。そこで発生しろ。はい。
ス総員配置終わりました。時間5分54秒。よし。大不祥事が起きた。わしらの受け持ち区画で幻想を締め忘れた者がいる。この戦時下に有識ことだ。その上他官から注意を受けて大和の名前に傷がついた。締め忘れた者が必ずこの中にいるはずだ。身に覚えのある者は今すぐ申し出ろ。早くできた。今すぐ申し出れば処分を考えてもよい。よし、わかった。連帯責任として班員総員今晩から司法物品の支給を禁止する。タバコもだ。自分であります。貴様か。はい。よし、他の兵は解散。はい、はい、足を開け。手を上げろ。歯を食いしばれ。私はできません。命令が聞けんのか。やれ。やらんか。なんだその殴り方。貴様みたいな価値観がいるから水兵がたるむんだ。どけ。うちだ。足を開け。手を上げろ。歯を食いしばれ。午後もよこせ。はい。海軍精神叩き込んでやる。城下を殴ったやつな。内田にそう。無事に休まへんぞ。どんな罪になるんだ。悪くすれば城下犯行罪で
軍法会議や。そんな神よ、軍隊じゃ上官が絶対なんじゃ。神よ、本当にお前が死に忘れたんか。お前の行為は間違っとる。英雄気取りはやめとけ。なんじゃと。神よ、すまん、俺のせいだ。俺を殴ってくれ。俺はただ、全員が英雄気取りなんかじゃないんじゃ。自分の責任は自分で取るか。全員で頼まんなんや。俺、森脇班長に話してみるわ。バカ野郎、新兵が人の心配するなんて強いなよ。お水準の仕事をなんと心得てる。さっさと持ち場に戻れ。はい。森脇に一掃。奇獣の神を一水であります。奇獣の新入りが何の用だ。本当面倒かける男やな。お前に面倒見てくれなんて頼んでない。アホ。お前んとこの若いのが神男とか言っとったら、涙を流してお前を助けてくれって言っとった。神男が町村班長と話したら、お前に殴られたことは水に流すから、お前の骨殴ったことも水にしてくれって言っとった。俺のことはどうでもええ。今後兵員を殴らへんって約束してくれたら、水に流すって伝えてくれ。そんなええかっこ言うて。戦闘になったら誰がやられるかわからん。誰がやられようと残った者が直ちに交代する。神よ。はい。このハンドルで機銃の行角を決める。照準が決まったらそのペダルを踏め。引き金だ。はい。よし、行角45度、狙え。はい。バカボン、回し方が逆だ。はい。水谷。はい。このハンドルで機銃の方向を決める。右30度方向、狙え。はい。よし、行角60度、右45度方向、狙え。はい。敵機は1秒間に160メートルの速さで突っ込んでくる。反撃が1秒遅れたり、一発でも弾詰まりがあったら、お前たちは戦死だ。死んだら戦えん。生き抜くために戦うんだ。そのために訓練する。それを忘れるな。はい。大丈夫か。あっち、水と船酔いの薬持ってきてやれ。大丈夫、大丈夫です。さあこれ。すいません。さあ飲み合わせ。ありがとう。海はもっと荒れてくる。引き返すなら今のうちじゃ。はい、行きます。行かせてください。言い出したら聞かんとこは親父さんそっくりじゃの。
私は内田の実の娘じゃないんです。父は戦争が終わって名古屋に帰ってきてから戦災孤児や身寄りを亡くした遺族の子供たちを15年間に11人も引き取って育てたんです。11人も内田さんが人の子供をなんでな。死んでいった人たちの身代わりだからって。死んでいった人たち、あの戦争で死んだ人らじゃ、大和だけでも3000人の人が死んだんじゃ。神尾はええな、家が近くて。みんなはどうするんじゃ。俺は風呂に行く。1週間も入れなかったからな。俺は映画見に行く。水谷、一緒に行かへん。うん、映画か。そう、懐かしいな。西は、うん、わしはどうしようかな。行く当てがないんじゃったら俺の家に来りゃええわ。いいんか。ああ遠慮すな。行くか。じゃあな。じゃあな。おいじゃね。どうもありがとうございました。あっちが呉じゃ。大和が作られたところじゃ。へえ。行こうや。神尾、郵便局あるかの。検閲受けんで手紙出しおうたら軍法鍵もんで。頼む、見逃してくれや。見逃す言うて大げさじゃけ。すぐそこじゃ。すまん。お母さん、お金を送ります。4円75銭ですね。はい、確かに。ここで手を洗ってから鳥をくぐるんじゃ。うん。ありがとう。これ西君、海兵団からの親友なんじゃ。西です。あ、そうじゃ西、タエちゃんの絵描いてくれんかの。西は絵がうまいんじゃ。画用紙あるかの。お、ちょっと待っとれ。ちゃんのお兄さんも赤髪が来て戦争に行ったまま帰ってこんし、この船に乗る人おらんようになったんです。モデルが動きおうたらおかみになるで。いやじゃ、兄さん別品に書いてよ。妙子さんはほんまに別品じゃけん。ほんまに嬉しい。
神尾がいつも話してくれちょった通りじゃ。西、いらんこと言うなお前。はよ行こうで、母ちゃん汁粉作って待っとるけ。はよ来いや。こりゃほんまに上手じゃねえ。たえちゃんもべっぴんさんに書いてもろうって。モデルもええんよ。そうじゃねえ。母ちゃん、ミシンとこも父さんおらんのよ。そう、上海事変で戦死しました。ほんなら、なんで海軍に志願したん？三反百姓には現金収入がないんです。西さん、おかわり入れよっか。どこも大変じゃねえ。うちも万歳万歳言うて男の子二人とも送り出して。母ちゃん、戦争は歯終わるし、あんちゃんもすぐ帰ってくるけん。西さんも克美も待っちょるけえね。死んだらいけんよ。裁判所の守備隊が玉砕したというので、環境で参謀たちが話していたのを聞いたんです。なのに神尾はサイパンが陥落したら日本が負ける、だからサイパンが陥落するはずがない、デマを飛ばすなと小突いたので。神尾、サイパンが陥落したのはほんまじゃ？お前どうする？は、逃げるか降伏するか。いえ、戦います。負けないように全力で戦います。伊達はどうする？はい、日本を守るため死ぬまで戦います。そっか、頑張れ。はい。これ芋ようかんだ。みんなに配ったれ。お前らの株も上がるだろう。ありがとうございます。ありがとうございます。玉木須兵長、森脇二首相の命令で参りました。お袋からの慰問袋にお前の分のお守りも入ってた。住よ、養子に出されたと言ってそういう孤児になるな。お袋はお袋だ。ほら、いじめられることがあったら第五分隊の玉木の弟だと言え。いやや、言わへん。山本元帥からいただいた担当か。長官の大切な形見じゃ。お疲れになった時はいつも内田を呼んで体をほぐしておられたからな。俺の命じゃ。その時が来たということか。
覚悟を決め。この5日間の冷帝沖海戦で日本連合艦隊は武蔵をはじめとして戦艦3、空母4、巡洋艦9、駆逐艦8、潜水艦6隻を失い、残った艦艇も傷だらけだった。日本連合艦隊は事実上壊滅した。徳さん、はい、一式軍装に着替えて右舷最上甲板へ行け。右舷最上甲板は兵は立ち入り禁止ですが。いいから行け。艦長の気持ちを無理すんじゃない。は、早く行け。はい。玉木水泳長は時田の兄だったんですね。兄さん、立派な戦士だったぞ。お前が殴られるんで言えんかった。すまん。内田さんは左目を失い、肩から腰へ貫通銃創を受け取った。重傷じゃった。シンガポールの病院に送られ、それから呉の病院に入った。初めて聞きました。父はあまり自分のことを話してくれなかったんです。話してくれたのは森脇さんや唐木さんのこと、それから神尾さんたち年少兵のことばかりでした。ありがとう。
方長官に敬礼。直れ。長官室にご案内いたします。修復なった大和に第二艦隊司令長官として伊藤誠一中将が着任した。3月10日、サイパンから飛び立ったアメリカ戦略空軍による無差別都市爆撃が始まった。東京の下町は一夜にして怪人に帰し、12日に名古屋、13、14日に大阪への焼夷弾による爆撃が続いた。ついで3月19日、戦闘機爆撃機など70機が広島呉地方に来襲した。呉の海軍工廠と広島湾に停泊中の軍艦が攻撃目標だった。なんだ。ヤマトが沖縄に行くって噂聞きましたけど。沖縄を失ったら本土が危ない。毎日のように神風特攻隊が沖縄周辺のアメリカ機動部隊に体当たりしている。ヤマトがのんびりしてるわけにはいかんだろう。お前たちも0点の実戦を経験したから承知しただろうが、誰が死ぬか、いつ死ぬか、誰にも分からぬのだ。命を投げ出す覚悟はできております。できております。こんなものが来た。長男もしくは家督を継ぐ立場にある者は直ちに申告せよ。時田。はい。こっちに来い。はい。お前は兄貴を亡くしたんだ。申告すれば船を降りられる。自分だけ船を降りるなんてできません。母親の面倒誰が見るんだ。養子に出されましたので母との縁は切れております。仲間と一緒に最後まで戦います。そうか。もう寝ろ。帰ります。あいつらさっき命を捨てる覚悟はできていると言いよった。あんな子供みたいな連中に死ぬとはどんなことなのか分かっているように思え。どうした。十二分隊の伊達です。お聞きしてもよろしいでしょうか。なんだ。大尉がガンルームで武士道と指導のお話をされたと聞きました。ああ。武士道と指導とはどのように違うのでしょうか。私にも教えてください。分かりやすく言えば武士道とは見返りを期待せずに死ぬ覚悟、指導とは死ぬ覚悟を内に秘めて人に恥じない生き方をすることだ。
死ぬ覚悟と生きる覚悟、そう理解してよろしいでしょうか。覚悟を決めるということは誰にも生易しいことではない。俺の母親と妹は沖縄とは目と鼻の枕崎じゃ。守ってやりたい、何としても。おばさん、久しぶりやな。ああ、おかえんなさい。お土産持ってきたわ。いつもありがとうございます。引き取られますよ。風呂もお願いしたる。ゆっくり休め。はい。班長は？俺は行くとこがある。帰りの船は明日の朝8時だ。はい。さあどうぞ。スミオ、なんでここに来た？森脇さんが電報で知らせてくれはったんや。森脇班長が？ありがたい上官やね。これ兄ちゃんの髪の毛と爪。立派な戦士やったって、軍隊士が。母ちゃんのぼた餅食べておくれ。砂糖の配給が少ないからあんまり甘ないけど。母さん、哲也はお国のために立派にご奉公します。田んぼはどうですか？母さん、どうか哲也のことを決して決してお忘れください。さようなら。タエちゃん、どうしたんじゃ？おばちゃん死なしたわ。うちのせいなんじゃ。勘弁して。何があったんじゃ？
泣いてばっかりじゃ分からんじゃろ。3月の19日の空襲で兄ちゃんも戦死してこれでわし一人になってしもた。かっちゃん、大和は沖縄に行くんじゃろ。愛ちゃん、わしも死ぬるんは怖い。じゃけど母ちゃんもあんちゃんも死んでしもうた。東京や大阪でも何万の人が空襲で死んどる。これ以上日本の人を死なせんためにあっしは沖縄にでも地獄にでも行くつもりになったんよ。母ちゃん、母ちゃん何も分かっとらん。母ちゃんが死んだら、死んだらうちどうすんの。好きなんじゃ。よう。おう、久しぶりやな。軍医が驚いたぞ。あれだけの傷を受けてよう生きてたってな。俺は大和と同じ不沈艦やからな。早く元気になってくれんと。相手がおらん。こんなところへ来る暇があるんか。これを届けに来たんや。お前が入院した後預かってた一番大切なもんやろ。沖縄か。いつや。何の話や。最後の別れに来たんか。病院暮らしで気が弱くなったようやな。桜が綺麗に咲いとるの。散る桜。
残る桜も散る桜だ。それでいいじゃないか。切符取れず、ゆかれぬ、みな元気。佐藤、父さんだぞ。面会日がせめて3日前に分かれば列車の切符取れると思うけど。佐藤、泣くな。座敷抜けてきたんか。あんた。俺も病院抜けてきたんや。ねえ、どうした？なんで知らせてくれんかったん？軍の機密じゃ。何が機密ねん。あんた軍の規律守ったことあるん？いつも軍規違反じゃ言うて会いに来てくれたじゃないねん。まあ落ち着けや。人の気持ちがわからぬじゃけん。取っとけ。なんや、あって邪魔になるもんやないやろ。取っとけ。あんたそんな体で沖縄に行くん？何を言うとる。俺は呉の病院に入院しとる。お前に会いとうて抜け出してきただけや。そんならずっとこっちにおるんじゃね？じゃったらこんなもんもらうわけにいかんわ。バカたれ。今日日は空襲でドカンと来たら一巻の終わりや。取っとかんかい。なんや。今までそんなこと言うたことないね。うるさいの、いちいち。ええから取っとかんかい。やめとけ。俺はまだ女子抱くのは無理や。うちが抱きたいんじゃ。何もせんで。うちが裸であんたを抱いときたいんじゃ。寝て。寝て。何や。戦争が終わったらうちを嫁さんにして。戦争が終わる前に俺は幽霊になってるかもしれんぞ。
幽霊でもええ。広島の実家でずっと待っとるけん。ちょっ、しのにのちょ、よし、もう11時を回りました。申し訳ありませんが、この辺で胴前を洗わせていただきます。じゃあ最後の勝負させてくれ。俺たちが日本に戻ってくるのがちょ、織田仏が藩、どうや。最後ツボ。さあ、レーサー、さあどうぞ。さあどうぞ。さあ、立って。さあどうぞ。帰ってくるな。蝶だ。乗った。俺も蝶。俺も。蝶へ。さあ、張ってください。さあどうぞ。ほな、行くで。体に気つけてな。うん。お母さん、お守りありがとう。さようなら。スミオ、死んだらあかん、死んだらあかん。昨日はごめんね。来てくれんか思うた。これ厳島神社のお守り、武運長久じゃ。うん、ありがとう。バスが来てしもうた。うち来週から広島の軍需工場に行くんよ。うちもかっちゃんに負けんようにせんと。うん、頑張ってな。発車願います。待ってるけね。
出そう出そう。電気室だ。なんでそんなところに衛生兵がいる。しかし確かに森脇室を呼んでくれと。詳しい話は後や。腹減った。食うもんくれ。どうぞ。もう。仲間に入れてもらうぜ。アホ。なぜ戻った。病院じゃお前が行方不明やって騒ぎになっとるらしいぞ。捕まれば脱走罪で軍法会議や。今時こんな怪我人軍法会議にかける暇もなかろう。気楽なやつやな。ごちそうさん。久しぶりにうまい飯食わせてもろうた。どういうつもりだ。分かっとるやろ。わからん。わかっとるのはお前がオワホーっちゅうことだ。そうや、せっかく助かった命無駄にすることなかろうが。森脇、唐木、お前らと初めて会ったのはヤマトができた時やったな。こんな世界最大最新鋭の戦艦ができた以上日本は絶対に負けんと思って嬉しかった。ああ嬉しかった。世界一美しい船じゃと思った。ヤマトに乗っとるっちゅうことが誇りだった。はい。それから3年半ばかりお前たちと同じ釜の飯を食うた。俺は病院で決めた。ヤマトが突っ込むなら俺も一緒に突っ込もうとな。死ぬ者は湯を受けおる。今は生き残るものが必要なんじゃ。生き残るものがおらんようになったら死んだ甲斐がないだろうが。覚悟は立派じゃが足手まといにならんようにな。抜かすな。出撃前の赤飯は一人前増やしとくわ。
第2艦隊ヤマト以下は水上特別攻撃隊として沖縄の敵迫地に突入し、所在の敵輸送船団を攻撃撃滅すべし。敵船団を撃滅したる後、嘉手納基地に突入し、艦砲を射撃しつつ陸地に乗り上げるべし。援護の飛行機は何機出す？一機もありません。一機の飛行機の援護もなしにこんな作戦が成功すると思うか？私は7000人の命を預かってる。ただの一人の兵も無駄に死なせるわけにはいかん。作戦として邪道だということは分かっています。軍令部総長に陛下がお尋ねになられたそうです。海軍にはもう軍艦はないのかと。参謀長、お尋ねしてよろしいでしょうか。連合艦隊最後の作戦と言われましたが、豊田連合艦隊司令長官はどの船に座礁されますか？長官は九州の金谷の前線基地に移動されて、そこで指揮を取られる。なぜ司令長官も参謀長も防空壕から出て特攻作戦の陣頭指揮を取ろうとされないのか？ヤマトは一億総特攻、一億玉砕の先駆けになるということだ。我々は死に場所を与えられた。出航は明日一六まるまる。直ちに出撃準備にかかれ。はい。あれ部長な、とにかく全て運び出せ。はい。ここに特に海上特攻隊を編成し、壮烈無比の突入作戦を命じたるは、高貴ある帝国海軍海上部隊の伝統を発揚するとともに、その栄光を後世に伝えんとするに他ならず。皇国の後輩はまさにこの一挙にあり、各隊は特攻隊たることを胸に秘め、種子奮戦、敵艦隊を随所に壊滅し、もって皇国無休の礎を確立すべし。以上。敬礼。あれ、出撃にあたり今さら改めて言うことはない。乗員各員が捨て身の攻撃精神を発揮し、日本海軍最後の艦隊として全国民の予防に応えよう。お前たち今からふるさとへ向かって別れを告げよう。思いの丈を込めて叫べ。
泣いてもいい。それも死に方用意の一つだ。お元気で。何しょんぼりしてんだ。まあ座れ。これでも食って元気を出せ。足崩せ。はい、はいはい、お前たちに一つだけ言っとく。万に一つだ。万に一つ総員退去の命令が出た時は戦闘は終わりだ。その時は船を離れろ。はいはいはい。食え。いただきます。いただきます。いただきます。国のため、天皇のために散る、それで十分じゃないか。祖国のために散る、それは分かってる。しかし飛行機の援護もない、燃料も片道では無駄死にではないか。自分の死がどんな意味があるのか、それを知りたいと言ってるんだ。国と国との戦いの中で一個人の死の意味を問うなどとは思い上がりも甚だしいぞ。そうだ。悠久の隊員のために俺たちはただの水かばね、草むすかばねになる。それ以上は必要ではない。では俺たちが意味なく死ぬことで本当に日本が救われると思ってるのか。まあ何を言うか。学生上がりの腐った根性叩き直す。やめんか。いずれは死ぬ者同士が殴り合ってどうする。日本は進歩ということを軽んじすぎた。進歩よりも精神主義を重んじてきた。しかし進歩のないものは決して勝たない。歴史がそれを証明している。幕末薩英戦争で負けた薩摩、馬関戦争で敗れた長州は
その後攘夷鎖国を捨ててヨーロッパから新式の武器を輸入し幕府を倒した。敗れて目覚める、それ以外に日本が救われる道はない。今目覚めずしていつ救われる。俺たちは日本が新しく生まれ変わるためにその先駆けとして散る。まさに本望じゃないか。しっかり水面切った。両舷全身幻想、父上将尉、敵の無線傍受、敵潜水艦発、大和以下10隻、豊後水道南下、地点2人と7号、速力2重ノット。なおこれは平文で発信され暗号文ではありません。なめられたもんだな。敵船の位置は不明です。断続して我が艦隊の行動を逐一司令部に報告している模様。第二艦隊は行き先を秘匿するために佐多岬を過ぎて西へと進路を取った。左二十度マーチン二機、左二十度マーチン二機、対空戦闘、対空戦闘、対空戦闘、主砲三式弾砲撃始め。もう航路を偽装しても意味はない。まっすぐ沖縄に行こう。そうですね。航海長、沖縄本島に向けよう。了解、沖縄本島に向けます。通りかーし、通りかーし、全速来る前に飯を運ぶんや。おたまたするな、出来上がってくれ。はい、楽すな。防空指揮所に上がります。大和をよろしく。艦長上がられます。各部、艦長防空指揮所に上がられた。
リスタ集合のアベンジャー雷撃機40機突っ込んでくる。対空戦闘用意よし。小三式弾砲撃始め。その模型を精密に測定しろ。はい。左170度方向、距離300。左舷全部と中部に2つ開い、後部噴口火薬庫付近火災。消火火源
艦長、艦長、仲良しやるよ。
りしろ、しっかりしろ。この辺りでよろしいかと思います。艦長に総員退去を加盟するよう伝えてくれ。はい、電信室に連絡、駆逐艦に乗員の救助を命ぜよ。電信室応答ありません。伝令行きます。艦長、重排水装置全損、復元駆動。分かった、総員上甲板いかんよ。総員退去、総員。速やかに船を離れよ。残念だった。みんなご苦労だった。が出た。早く降りろ。まだ次は攻撃せぎゃ。もういいんだ。戦いは終わった。俺の命だ。お前に預ける。ナイスだ。生きろと言ってるのが分からんのか。いやね、私も一緒に。立て、撃ち合いそう。やっていこう。Come on!
姉さん、姉さん、大丈夫か、もう少しじゃ。神よ、わしはもうダメじゃ。よっしゃ。心臓が割り立ちや、薬があるはずよ、探して。神尾さん、神尾さん、生きてるぞ。ロープから、ロープだ。西哲也君のお母さんですか。私は西君と同じ大和に乗っておりました。西君は大和と一緒に。嘘じゃ、哲也が死ぬはずない。聞き戻りますけ、立派な最後でした。待ちなさい。あんた一人抜け抜けとよう帰ってきたの。薬よ、リズモ。あんた、なんて言うん。
神尾克美です。年なんぼ？西君と同い年です。昨夜どこに泊まった？あそこの納屋で。これ食べんさい。昨夜から食べちょらんじゃろ。ほれ。遠慮せんと。あの子が送ってくれた金でこの田んぼ一枚買えたんじゃ。許してください。自分だけ生きて帰ってきてしまって、私だけ地獄って。ごめんなさい、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 ごめんなさい。僕も生きてね、いろいろこと言うね。許してください。死んだら行けよ、死んだら行け。死んだら行けよ。お願いします。お願いします。あずし君、船長大丈夫か？被験しようかち思った。大丈夫だ、心配な。あんたが薬を。はい、やはり父が心臓が悪く晩年は入退院を繰り返してましたから。ありがとう、助かった。戦場はまだねっちょれ。どけ敦。なんか組合長に連絡したど。すぐ船を出してゆっくれた。みんな戦場骨心配しよったと。敦悪かった。組合長には大丈夫だと報告してくれ。船長はまだ熱直にやんせ。おいが操縦して港に戻って。いや戻らん、このまま行くんじゃ。船長ないごてな、死んでもよかと。あずし、わしはなこの人をどうしてもあの海に連れて行かにゃいけん。確かに命を懸けて戦った。じゃけど家族も仲間も誰一人守れんかった。いや何一つ守れんかった。太鼓と巡り会えたんは広島の救護所でじゃった。生きて会えたんは厳島神社のお守りのご利益じゃね。
ちゃん、うちが元気になったら二人で働いて船持とうや。名前も考えたんよ。アスカ丸。明日に香ると書くんじゃ。明日咲く花という意味もあるんよ。妙子は内田さんの恋人と同じように広島の原爆で死んだんじゃ。続いて長崎の原爆が落ちて、その6日後に日本は降伏して戦争は終わった。それから60年経つんですね。あんたのお父さんのじゃ、ずっと船でお祭りしとった。父は亡くなる前、よくうなされて上言を言うようになりました。それも同じことばかり。死に損ないの卑怯者と言われてもいい。死に損ないの卑怯者と言われてもいい。俺は生きてやる。俺が死んだら俺はギア、カラキの願いも、神尾や西たちの純粋な思いもなかったことになってしまう。辛いお話をさせてしまって、おかげでやっと父の生きてきた気持ちが分かったような気がします。北緯30度43分、東経128度4分じゃ。骨はヤマトの仲間たちのところに返してくれと。たった一つの遺言でした。
お父さん、北緯30度43分、東経128度4分です。一連一掃、ただいま帰りました。長い間生きさせていただきありがとうございました。何のために60年むさむさと、内田さん、あんたの娘さんが教えてくれました。やっと生き残った意味が分かりました。わしにとっての昭和は今終わった。ありがとう。あんたのおかげでやっとここへ来ることができた。
でもこの国をたまらなく愛しているから、もう一度生まれ変わったら私の名を呼んでください。寒さに震える夜も流れる涙紡ぐ夜も、もう一度生まれ変わったらあなたを決して話はしない。私の胸の中へ帰っておいで、気高いあなたの勇気を抱きしめたい。ひそやかな海に咲いた白い花たちが今私の体に折り重なる。 Close your eyes、 瞳を閉じればあなたが私に微笑みかけるよ。Close your eyes、 瞳を閉じれば希望へ駆け上る。あなたが永遠に生きている。忍び歩いてきたから、もう一度生まれ変わったらあなたの名を呼んであげたい。夕暮れにしなられて必ず明日が来るんだと、もう一度生まれ変わったら諦めないで待ち続けたい。私の胸の中へ帰っておいで、気高いあなたの勇気を抱きしめたい。ひそやかな海に咲いた白い花たちが今私の体に折り重なる。 Close your eyes、 瞳を閉じればあなたが私に永遠に生きている。